症状が出てから治療する、まあ、あるいは病院に行くというよりは、やはりあのリスクの高いあの行為をしている人たちが、まあ、まず検査をするということだと思うんですけども、その検査っていうのはどういうものになるんですか？さまざまな検査があるんですね。で、代表的なものは、肝炎ウイルスみたいなものだと血液検査であるとか、うんまあ、HIV とかも血液検査ですね、うんうん、あとは梅毒も血液検査で、調べることが可能です、うんうん、淋病とクラミジアに関しては遺伝子検査がメインで使われていることが多くなってきているかなと思うんですけど、まあ、なかなかその感染する部位が尿道とか子宮頸管に感染する場合と、あとは肛門のあたりに感染する場合、それから喉の奥に感染する場合と、いろいろなところに感染することがあるのでですね、なかなかその全部いっぺんに検査することは難しいっていう、はい、そういうあのこともあります。ただまあ一般的には女性であれば子宮頸管の あの粘液、それから男性であればその尿道の分泌物みたいなものを検査に出すことがあの一般的には多いですね。それは日本で定期検診っていう文化があるじゃないですか。でその時にまあ尿検査をしたりとか血液を取ったりしてるんですけども、その定期検診の一環でそういうあの検査をあの入れることってなんか可能なんですかね？職場の検診とかあの区の検診とかっていうことですよ。あの宮田余計なことを提案するんじゃないみたいなことを思ってる人もいるかもしれないですけど、どうなんだろう、まあ、いやつまり何が聞きたいかっていうと、今までの話だと、いやまあそういう自覚がある人がわざわざ医療機関を訪れて検査をするっていうところにハードルがあると思うんですよね。でも定期検診の中でちょっとこう心当たりがあるとか、まあ、念のためにやっぱり妊娠があるのでっていうことで、その検査のハードルそのものを下げていくっていうことは、まあ、対策としては結構あの有効に機能しうる気がするんですが、その時に別途血液を取らなきゃいけないのかとか、尿検査じゃダメですよっていう話なのかっていうことがあの少しこう気になるところだとですが、はい、そのあたりどうですか？血液を取るならあの普段の血液検査とあの一緒に取れると思います。尿道分泌物っていうのはどうなんですか、ね、それは尿ってそういうのはあの尿で代替できますし、あとは女性も子宮頸がん検診とかをやるようであれば、うんうん、子宮のところをあの産婦人科医であの診察をしますので、うんまあ、もしそういう時に何かおかしなことがあればあの検査をすることは可能かな。なるほどね。で、ま、血液検査に関してはその人間ドックみたいなところに組み入れているあのところもあると思います、うんうんまあ、そういう意味では社会におけるその例えば梅毒や淋病クラミジアの頻度が一定以上になって、それがを早く検診すること自体が、まあ、みんなの利益になるんだっていう場合にはおそらく税金でそういうことをやるだろうけど、まだ多分そのレベルではないと。でそういう意味では自費を使ったオプションでそういう検診をするっていうことの、まあ、あの敷居を下げて多くの人が早期発見できるようにするっていうのが、まあ、今取れる対策なんじゃないかってことですかね。そうですね、はい、なるほど。梅毒と、淋病とクラミジアですけども、まあ、これはあのいずれもあの抗生物質で、うん、あの治療できる病気、早く発見して治療するっていうことは社会にとってもあのとても重要なことになってきている。